投げて、え、どうして急に虚無になったの？え、分かっちゃった？もしか聞こえた？ああ、よかったよかったよかった。これついてっていいのかなーって迷ってる顔かと思ったわ。びっくりしたー。え、待って、え、待って、ちょいちょい虚無になるじゃん、君。疲れてる？大丈夫？はい。はい、おいで。あいこですねー。あ、あ、そうだよ、そうだよ。僕、一人は寂しい。ねえ、なんで、ここに、僕は。あ、仲間たちと、はぐれてしまった。ねえ、どうして、ここに、連れて、来たんだよ。おう、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 おう。よう、よう、よう、よう。マヨネーズは、飲み物です。僕は、今から焼き鳥です。よう、よう。危険な歌詞を歌ったら逃げたわ。やっぱり頭がいい。いや、あそこにもう一匹いたのかな？いた！あ、なんか増えた増えた！ちょっと連れて行こう。あ、ヘビに生まれたー！生命の誕生です！うわー、かわいそう！見てください。人間というものは、まあ、コヨーテもですけれども、何かを食べないと生きていくことができない。あの鶏はすでに自分が大人になった時には、あのマグマで焼かれるということを理解しています。この鶏は焼かれないのよ。ん？焼かれるのはそいつの子供。その言い方もなんかかわいそう。ちょっと蓋してみこう。これで8匹ね。君たち8匹ね。落とすよ。8匹落とす。よかったね。すごい、こんな仲間がいっぱいいる。君たちは死なない。ずっとこの中で生きていられる。幸せだね。あったかいし、雨にも降られない。雷にも絶対に打たれない。変な。野生の動物にやられることもない。あ、待って待って、生まれたんじゃない？は、初これ下子供じゃないの、これ。早く大人になあれ。君が焼かれるところを見たいよ。すごい、なんかあ、待って、ん、何今の、何今、え、一瞬白いのブワーって出たのって焼けたやつ。おお、一瞬だな。もっとさ、シュンシュンシュン、コテーンみたいなさ、ゴーレムが焼かれる時みたいに、もっとゆっくり、もっとゆっくりなるかと思ったら一瞬だった。焼けたシュバ、見て